ウチボコネ35ハギチャンネルです。今日はね、肉じゃが作ります。結構ね、料理は動画たくさん撮ってるけど、すごい肉じゃがやってねえなと思って、まあざっくりと作ろうと思います。まあ材料に関しては特段言うことないけど、まあじゃがいも、そして人参、そして、玉ねぎ、そして糸こんにゃく、おいらせ糸こんにゃくですね。しかもね、これおいらせですそして、豚肉かな。うちは豚でやります。まあ結構いろいろレシピ調べてる牛肉も多いんだけど、さあやりますか。おじゃが、切れましたが、どうすっかな。まあなんだろう、でかい方がこういうのって美味しいし、圧力鍋だから、まあ2分の1さすがにでかいかな。さすがにでかい気もするけど、まあ俺でも悪くねえな。となるとこれそのまんまだな。となるとこれもそのまんま。肉は規定量の何倍か入ってます。まあ肉がうまいんでね、肉じゃがはねまあ玉ねぎとかも美味しいんだけど、やっぱ肉がたくさんある方が幸せなんで、肉を多めでやってます。糸こん入れます。一応お湯で洗ったというか、沸騰した水に入れた後のやつです。まあ臭みもそんななさそうなんだけど、まあ念のため、さらに少ないけど玉ねぎこれだけしかない。あとはもうこれで圧力かけて終わり、やります。あ、そうだ違うわ。あと作った特製の、まあ醤油、砂糖じゃない、醤油、砂糖、みりん、酒など適当に入れたやつ、ちょっと残っちゃったから水入れて、これで圧力かけます。というわけで、肉じゃが完成しました。まあ多分ちょっとまだ味見してないから分かんないけど、味ちょっと薄いんじゃないかな。こんな感じ。まあおじゃがさんと、まあ玉ねぎめっちゃ少ないんだけど、まあお肉と、糸こんと、玉ねぎと、あとはまあ人参が入っているという感じかな。多分まあなんだろう、柔らかすぎるぐらいまで入っちゃったかな、もしかしたら。うん、まあ箸で切れるぐらいの、柔らかさ。多分じゃがいももじゃないかな。うん、あ、いい具合だね。多分ね、中も多分結構いい感じに入ってると思います。まあ肉じゃがは関西関東で多分分かれるんだろうね。関西は肉じゃがは確か牛肉なんだよね。まあちょっとまずはじゃがいもいただきます。いただきます。うん、あーうまい。あ、意外と味付けちょうどいいな。うん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 、うん、ああ、ちなみに今日これご飯これだけですあれ何か出てくるかなって思った人いるかもしれませんが、今日のご飯は一品肉じゃがだけです。まあ肉じゃが、じゃがいもが結構炭水化物だから、まあご飯はなくてもいいだろうなって思ってて、まあ揚げくけ次第では、うん、こうおかずとしてもまあまあ、うん、機能はするんだけど、基本的にはまあ個人的にはやっぱ肉じゃがは単体の方が好きかな。うん、あ、よくできてるわ最近自画自賛したわ、自分の料理。うんうん、まあようやくなんていうか、こう台所の掃除とか片付けが終わって久々です、なんか料理やるの。ちょっと外出も多かったしな。で、そうそう、まあ多分これ動画が多分ねできないだろうと思うので、先にちょっとこれ口頭で話してるけど、あの三沢基地私行ってきました。で、三沢基地に行って、中潜入してきて、で動画撮ってこようと思ったんだけど、やっぱダメでした。なんかあの聞いてみたの、そのゲートで、その入り口みたいなところでさ、監視の人にね、日本人なんだけど、まあその人はそのゲートの人に聞いたら、まあ、撮影して勝手に撮影して YouTube に上げたら大変なことになりますよって、もういきなり言われて、やっぱそうかと思ってで、そのまあアメリカ人の友人、まあそこの軍事施設で働いている友人がいるから、まあその人がずっとエスコートして回んなきゃいけないっていうルールで、だから中はね、いろいろと動画にはしてないんだけど、ぐるって回ってきて、まあそれ自体はね、すごいね、いい経験になりました。楽しかったよ結構。あの本当に中はアメリカになってた。うん、
で車のルールいろいろ面白かったのあるんだけど、結構まあ奇妙なのがあって、車のルールってあって、で日本って左側通行、まあ皆さん、まこの辺りご存知、日本左側通行、アメリカ右側通行だから車線が基本逆なんだよね本来なら。でも基地内はちゃんとそれは左側は左側、日本と同じスタイルなんだけど、ただあの日本はその例えば左側通行で信号が赤で左折しようとしてる時って進んじゃいけないんだよね基本的には。まあ、たまに横にまあサイド流れるレーンがあったりするところも一部あるんだけど、アメリカは結構それがいっぱいあって、その左に行きたい時に信号赤でも一旦停止さえすれば左曲がれるっていうのがあって、まあ正確に言うとは右なんだけど、アメリカの場合は、まあ、ちょっと今話を単純化するために、だから要するに信号が赤でも左に行こうとする場合は向こうから車が来てなければ曲がれるんだわ。だからそんななんつうか、なんかミックスルールでやってた日本とアメリカの逆に混乱しそうじゃねえかなって思うんだけどね、ああいうのよくこんなミックスルール採用したって思ったけど。あとはスーパーとかさ、もう行ったし、あとタコベルとかで食べようと思ったら食べれたんだけど、その前にさ、もし本当にいきなり俺生地入れると思わなかったから、その前にさ、いろいろなんつうかココイチカレー食ったりしてたんだよね。でお腹いっぱいで何も食べられなくてな、基地内は一応潜入はしたんだけど動画はダメ。まあいろいろ楽しめる場所かなというふうに、思いました。で買い物もなんかもう全部クレジットカードだし、値段の表記も全部ドルです。と思って、だから円じゃ買い物できないんだよね。ああなるほど、こういう風な仕組みになってるんだなっていう。あとはなんかね、やっぱ安いのがあって、で基本的に免税だからお酒とか化粧品、海外のやつはすげえ安く買えるみたいです。私あんまり海外の洋酒って詳しくないからあれなんだけど、ウイスキーとかがかなり安く買えます。でこれ転売したらこれ一儲けできるなって思ったんだけど、実はいろいろやっぱ調べたら、基地内は免税になっているけど、それをもしその転売しようとすると今度関税がかかるらしい。その転売をした人がね、その人が輸入したっていう扱いになるっぽいね。だから結局仮にすごい安く買えても、もし本当に事業として転売をしようとするんだったら、関税をまた別途払わないといけないみたい でそれ以外にも化粧品とかに関してはその薬事法の絡みがあるから、素人は絶対に手を出すなって書いてあったわ、よく調べたら。なるほど、うまい話じゃないねだから個人のまあなんていうの、使用量に従ってぐらいだったらいいみたいな。例えばね、別にウイスキー1本買ったって1ヶ月に1本1回1本買ってもまあ別に多分違和感がないというか、個人利用に限るということみたいです。まあいろいろあったな。やっぱり基本的にはね、そんなになんていうか、そのなんだろう、機密保持エリアみたいなところはもちろん行ってないし、行かないから、基本的には多分本当は撮影してもいいんじゃないかな。だから一回ちょっと今度その門番の人って多分ね、まあトラブル起こしたくないからっていうのと、まあいろいろあって多分ね、ちゃんと正規のルートから、どこなんだろう、三沢基地の広報みたいな多分部署があるから、そこにちょっと直接問い合わせてみるかな。サンキューチャンネルですが、迷惑かけないでちょっと撮らせてもらえませんかっつって、無理かな、まあ、返事多分あると思うけどね、一応ちょっとだから米軍三沢基地のなんかそれっぽいとこ問い合わせてみようと思います。天の声です。こんばんは、こんにちは、おはようございます。
まあこんな感じでね、ちょっと三沢基地には行けたんではあるんだけれども、やっぱり撮影等に関してはおそらく、まあ、非常に複雑な手続きが必要になるだろうというふうに思われます。まあ一緒にね友達になって基地内を案内してくれた人は、いやみんなやってるし、その自分のなんていうの、友達とかそのアメリカ人の、その基地で働いてる人たちは動画撮ったりとかしてるよみたいなこと言って、まあ動画見せてくれたんだけど、まあはっきり言ってそういうことじゃないんだよね。やっぱりね、その組織の中の人がこの組織上のルールをね、まあ多分仮に犯したとしても、まあそのルール上でね裁かれて、多分そこまで重くないと思うんだけど、まあね、こう自分みたいなこうね部外者がやってきて、勝手に動画撮って YouTube 公開しましたってなると、やっぱりこれね大きな問題になることがもうね明らか、明白だったんで、あのリスクは一切取らずに、帰ってきました。まあなんか写真ぐらいだったら撮ってこようかなとか思ったんだけど、まあそれぐらい多分許されると思うからね、まあしようかなって思ったんだけど、まあまあ、ほとんど写真もないです。まあその代わり一つだけかな、あのちょっとお土産で買ってきたあのものがあるんで、それはまた追ってね、あのまあ動画で公開しようかなというふうに思ってます。まあちょっとどうするかだな、本当に三沢基地その問い合わせをするかどうか、まあやってみてもいいんだけどね、ちょっと一回聞くだけは聞いてみようかなというふうに、そんなふうに思ってます。まあ以上、なんだっけか、これ肉じゃがか、肉じゃが食べながら、雑談でした。それでは皆さん元気で、ほなまた。